まずここのカットラインがちょっと綺麗じゃないんで、ここを分かりますかね、前の方にこうひねってカットしていきます。ちょっと急ぎ目なので今日の説明ちょっとあまりないので、皆さんなんかイメージの中でちょっとやってみてください。ある程度、軽くしましたら毛を動かしてみて、束でこう見えてくると思うんで、実際どこが重いのかっていうのを実際に毛を動かしてみましょう。で、重い部分をちょっと動かしてみて、あ、ここ重いなっていうところがあれば毛先ちょっと取るぐらいですね。それで、パーマかけた時の浮遊感をイメージしていきます。
今、全部シャンプーも最後終わって1時間でパーマ終わりました。でこれ見てる人が絶対1時間でやってないんだろうなっていう人がいると思うんで、1時間ですよね、はい、そうですね、言わせてるわけじゃなくて本当に1時間でやりました。帰りの電車の時間があるのでちょっと急ぎでですね、はい、で1時間でこのぐらいの、見てください、パーマはこんな感じで、かかってます。見えますかね、しっかりかかってるかなと思います。で乾かすときに、なんかセット剤ベタベタするから嫌だなとかいう方とかは、もうこのヘナジェル、まあ、僕あのうちで取り扱ってるヘナジェルですね、こちらをつけていただいて、トリートメントですから、そのトリートメントでちょっとパリッとなるんですよね。でそのまま自然乾燥でも全然使えるんで、トリートメントでセットするみたいな感じですね。で固まったりとか程よくして、であとサラサラな質感になるので、ベタつきが嫌な方とか、ワックスちょっと顔につくと荒れちゃうっていう方にはすごくいいと思います。なんで今日はちょっとこれ使っていきます。ヘナジェルつけたの、ちょっと触ってもらっていいですか。なんかあんまりベタってなんないですよ、はい、サラサラですよね、結構サラサラじゃないですよ、サラサラです、はい、はい、なんです。結構これだけでもスタイリングとしても使えるんで、ぜひですね、ちょっと今欠品してるんですが、ヘナジェル、あとヘナウォーターっていうのもあって、2つ使えばトリートメント効果倍増しますっていうようなものですね。